く。これ私からのプレゼント。ヒーロー、今年もお祝いありがとう。にしてもやっぱりすごい量のプレゼントだよな。それ本当に自分で持って帰るのか。郵送した方が良かったんじゃない。うん、誕生日プレゼントだけは絶対に自分で持って帰ることにしてるんだ。どうして。郵送にしたら受け取るのが別の日になっちゃうからね。手紙やメッセージカードが入ってることも多いし、できれば誕生日のうちに開けたいんだ。それに自分のために選んでくれたものだから、なるべく自分の手で持ち帰りたいっていうのもあるかな。荷物は郵送で運んでもらうこともできるけど、気持ちは自分自身でなくちゃ運べないから。こういうところなのよね、葵くんがモテるのって。葵、お前すっげーな。私も次からそうしようっと。ってわけでプレゼント、私のも今渡しちゃっていい？明日にしようかなって思ってたんだけど。ちょっと渚。もちろんだよ、少しくらい重いものも運べるように鍛えてるつもりだし。だから椿も、それいいかな。後ろに隠してるやつプレゼントだよね。なんでずっと後ろ手でいたらそりゃバレるっての。椿、プレゼントはちょうだい。誕生日おめでとう、葵。うん、ありがとう。大切にするよ。あらあら、